今週何読んだの、こう番外編コーナーです。野沢です。そんなコーナー、楽しみです。さすがさんです。はい、確定申告しました。しつつあります。しつつあります。今何やった、どこまでいったの。大体書いた。え、手で書いてんの。いや、手で書いてない、あのネットで。ネットで、ネットで e-tax ってやつ。あ、e-tax ってやつですか。あ、僕もやってるんですけどね。いや、なんか僕も早くやんなきゃいけないんだけど、あれだ、あの去年の震災の時になんか募金したの、うん、多分1万円ぐらいだと思うんだけど、募金して、募金したお金は税額控除なの、うん、だからその税額控除受けたいから、その募金してみましたっていうなんか領収書みたいな書類がを探してるんだけど見つかんないの。で、いくら募金したかも俺はもう覚えてなくて、あとなんか多分その領収書がないと正式にはやっちゃいけない、控除してくれない。それはどこに募金したの。多分日本赤十字だと思う。あ、で、だからそれが出てこないかなと思ってて出てこないから、うん、控除受けないでやんなきゃいけないから。あれいつまでだっけ。15日。え、金木曜日までじゃん。もうすぐじゃん。やばいな、うん、僕はそれを工事するだけなんですけど。どこまで行ったんですか。これもやばいですよね。あの重機カードがロックされちゃったって、うん、あ、視聴者の皆さんちょっと分かんないんで、あの重機カードパスワードがいるんですよ、うん、で、あれはあの3回か5回か間違うとロックされるらしいんですよ、うん、あの1年に1回し、去年使ったんですけど、うん、1年に1回しか使わないんで、うん、ロックされました。ああ、間違えて覚えてなかった。そうそう、覚えてないので、うん、ね、テレビの CM とかでさ、こう電子申請超簡単にできるみたいな CM やってるじゃん。嘘だよね、まあ、そっか、まあ、そのパスワード忘れたのはしょうがないけど、まあ、とにかく難しい、うん、なんか俺もさ、おととし電子申請でやろうと思ってやったんだよ。で、とりあえずインターネットでその国税庁のページ行くと、その電子申告するための、まあ、書式が出てきて、で、自分の給料がいくら で社会保険料いくら払ってっていうのを入力してるんだよ。まあ、でもまずそれがすごい使いづらい。なんかね、俺がやったとき、そのときね、なんかブラウザ限定じゃなかった。あ、でも Mac でできる。サファリが標準で、サファリしか対応してないんじゃないかな。あ、でもサファリでできるんだ。サファリはできる。あ、そうなんだ、うん、あ、それはでもいいね。なんか他の観光庁の入札とかだと、あの Windows のインターエクスプローラーの 8.x じゃないとできない。 8.x で、そこに Java のプラグイン入れて、その Java のプラグインも最新すぎるとできない。この指定のバージョンじゃできないとかになってて、あ、でも確定申告はMac でもできるんだ。サファリ使えば。サファリでね。あれ Windows でやろうとしたの。俺は Windows でやってる。あ、そうなの。なんかブラウザー IE と多分サファリ、もしかすると Firefox も大丈夫かもしれない。うん、Firefox も大丈夫。あ、そうなの。で、まあでもさ、そこでまずブラウザ縛りがあるじゃん、うん、でも Java 縛りがあるっていうのは知らなかった。あ、じゃあごめん、確定申告は違う。あ、違う、うん、で、じゃあ上ブラウザ縛りがあって、で、またさ、入力画面がすごい分かりづらくて。わかりに。いや、なんかさ、まずさ、その、その所得がどの区分に入るのかっていうのがさ、素人には分かんない。雑所得とかさ、給与所得とかさ。それはあの 紙でやるやつも分かりにくい。うん、まあ分かり、うん、なんか分かりづらいじゃないですか、分類。まあでもそれで頑張って やるんだけど、結局、重機カードとか電子 IC カード持ってないと、できるのはその入力した内容を紙で印刷するところなんで、ね、までなんで、ね、印刷したやつは結局は税務署に持っていかなきゃいけない。で、 CM でそのなんかネットで簡単っていうのはあれ多分ね、ジャローに引っかかると思うんだけど。だってさ、あのあらかじめあの重機カードとかの IC チップが入った電子カードを持ってなきゃいけない。で、しかもただ重機カード作るだけじゃなくて、ちゃんと確定申告とかできるように、なんかそのパスワード登録なのも別途500円とか払ってやんなきゃいけない。そこまでやったカードを用意しとかないとできないんで、確定申告、うん、ね。
だからさ、なんか誰でも簡単にできますとか言うけど、まずカード持ってないじゃん普通、うん、でそれできないじゃん。でもカード持ってもう今度 IC カードリーダー買わないで、まあ、1000円か2000円ぐらい、うん、あれジャラに言うべきだよ。で、そうそう、俺はどっかにメモしてあるんだよ、そのパスワード。でこの人はなんか多分パスワード忘れちゃって5回か5回ぐらい間違えてロックされちゃったんでしょ。多分あれだったんだけど、それに至るまでに5回以上やったんだと。まあ、というわけで確定申告は気をつけようと。ちなみに今のやつはロックされたことはあの分からなかったので、そのアプリケーションで何回もやってロックされましたっていうのは、パスワード変更の別のアプリケーションを起動しないとロックされてたことは分からなかったです。あ、そうなの。で、うん、何かだからロックされてたのはもう分かったのじゃ。それはパスワード変更っていう別のアプリケーションを立ち上げるとロックされてますって出るから、うん、あ、そうなんだなと納得したんだけど、うん、その標準の動作確認のやつは何回やっても、あ、出ない、何回もやってくださいって出るから、うん、ちょっとそこはね、ユーザーフレンドリーじゃない。ないよね、設計として。てかさ、ブラウザだけで完結してほしいよね。あ、まあ、それはなんか IC カードのなんかソフトとかダウンロードして やらなきゃいけないんでしょ。そうそうそう、やだよね、うん、でね、もっとね、みんな確定申告とかした方がいいそっちに。で、なんかこのなんか不合理なシステムをなんかふざけんなってみんな声を上げて変えるべきだ。不合理なのがさ、なんか会社があの確定申告がやってくれるから気づかないんだよね。いかにこう使いづらいシステムに投資されてるかっていうね。計算も確定申告しなきゃダメだよ。わかりました。これをちょっと後で動画見て。うん、でもあの15日だからあと何日か。あ、今年はもうやっちゃいました。え、やったの？やった。はい、任しちゃいました。あ、ジェリーさんに？あの、いえ、親に任しちゃいました。私いくつですか？すいません、32です。はい。まあ、確定申告編でした。さよなら。